撃たれたかな。この辺危険ですね。ちょっと場所を変えますか。待って待って、こうルートありましたね。ルートというのは死体袋って言って、敵が殺されたらこうね、持ってた物資を落としてくれるんですよ。ガソリン3つ、 AK、 あ、神神神、あ、いいぞいいぞいいぞ、ステッシュ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 、いいですね。今さっき相手があそこの、まあ、死体袋を見ていたんですけど、僕がねこうグレネードを投げて速攻ビビっていなくなりましたね。さっきジープ乗ってた、いいですね。さあちょっとさっさとずらかりましょう。お、なんだあのジープは、なんだあのジープは、道のど真ん中にジープですよ。怪しいですね。撃ち合った形跡があるのか、それとも撃ち合っている最中なのか。いやでもね、ガソリンなどには困ってないので、まあよろしいでしょう。ちょっとね、霧がかかって見づらいですね、非常に。あ、敵いますね、山の上、画面右上方、山方面ですね。敵がいるみたいですね。ちょっとでも荷物を整理したいので、一回これで、ね、ヤンキー止めします。ガソリンがたくさん手に入りましたね。多いぐらいですね。多すぎますね。多すぎれんですね。非常に多い。物資的には割と揃ってきましたね。まあね、いいところなんですけど、あれ飛行機見えますか、画面上部の。空走ってます。あれは、まあ、敵でも味方でもないんですけども、まあランダムに空爆とか落としてくるんですよ。まあ、爆弾ドカーンっつって、でそれも当たっちゃうと本当に死ぬ、ほとんど死にますね。でも瀕死の状態まで持って帰ったりするんですけども、ああやってね、上をゆっくり飛んでる飛行機は支援物資っつって、まあアイテムをね持ってきてくれるんですよ。ほらあそこ、あれを、あれをみんな見かけてくるんですよ。あそこの中に強力なスナイパーとか、普通じゃないような武器が入ってたり、まあ、回復キット、まあ、エイドキットですね。エイドを持ってたり、まあ、落ちてきたりするんですよ。みんなあそこに大概寄ってきますからね。ほんと結構外人血の気配強くて、もうすぐ来ますからね、あれ来たら。むしろオーライオーライって感じですよ。オーライオーライしてますからね、あの辺で。ちょっと山上倒しに行きますか。あそこにね、トラック、あ、ジープかなんかがね止まっていたんですよ。先ほどなんですけどね。あ、パトカー来ましたね。後ろに車が2台ほどでしょうか。はいはいはい、まずこいつね、まずこいつ追っかけてきますね。あ、呼んだ、 What the fuck。 さあ、あいつらを巻き添えにしましょう。やつらを巻き添えに。山上ちょっと避けたいところですね。こいつらやっちゃう、こいつやっちまおうかな、ムカつくから。さあ後ろ取りましたよ。やばい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 、降りてくんじゃねえ、ぶっ殺すぞあいつ。煙出てしまいましたね。やべ、今敵いたな。ああ逃げろー、あかんあかん、いい、おお、見ました、今一瞬ですけど、キラリンって、あれが空爆ですね。非常に怖いです。あ、敵だ敵だ、あいつを撃ちます。さあダウン、敵倒しましたよ。あそこにも敵見えますね。あれはどういう動きをしてくるんでしょうか。
さあ、ここの敵のまず死体袋をチェックしていきましょう。エイドがバンデージ、怖そうですね。ほとんど何も持ってないですね。パトカーから煙が出てしまったので予想外ですね。あ、さあ目の前にジープ来ましたよ。おおお、すごいすごいすごい、殺しましたね。さあジープ、グレネード、あたらた、あ、来ちゃった。これ What the fuck、 オッケー、え、俺じゃない、危ねえ。こういうことですね、皆さん気をつけてください。 Get the fuck right in cheese。 あ、なんだなんだこれ、もの珍しい武器持ってますね、この人。あ、いいですね、いい武器持ってるね、やるやん。よし、オッケー、ずらかれ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 、さあさあさあ、どんどん倒してますよ。 FPS やってると、まあ、エイム的なところでは負けやしないんですけど、不意を使った瞬間は終わりますよね。そうですね、だいぶ物資が潤ってきましたね。あ、飛行機ですね。マジ怖いですかね、バコンバコンとか言って、なんか怒ってきますからね。何回死んだことか、あ、夢に出てきますよ。玉取りがいいですね。さあさあさあ、物資が潤ってきましたよ。 AR223、 あ、違いますね、アーマーがもう一個ぐらい欲しいところですが、はいはいはい、銃声しますね。まだここはアンチと言いますので、ガスが来ないゾーンって言った方が分かりやすいでしょうか。ガスが来ないゾーンにいるので、まあうろちょろしていてもいいんですが、ちょっと車がね、車もこう永久的なんじゃないんですよ。壊されちゃったら壊されたで乗れないし、機械がないと乗れないし、敵があそこにいる、しゃがんでる、空爆が怖いから一旦逃げる。うわあ、あいつ何やってんだ。あ、お腹痛かったのかな。トイレでも行ってたんでしょうか。あ、なん、あ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 、グレネード、グレネード、グレードいらない。いや、この辺ですね、そのアンチと言いますか、ガス来ないゾーンって言った方が分かりやすいですね。ガス来ないゾーン、この辺ですね。ナイツガス来ないゾーンですね。さあ、ちょっと山辺に行きますか。アイテムも潤ってきましたし、さあ、ぜひとも1位を取りたいところ。ラッキーショットが多いですね、今日は。さあさあさあ、ここに来ました。おい、びっくりした、おい、ルートやないかい。このとこに打ち合った形跡がありですね。はあ、だいぶ回復アイテムが潤ってきましたね。あとは防弾チョッキをもう一つぐらいいただけたら幸いでございます。さあ、ここで敵が見渡しやすいんですよね、ここ。ただ一人でね、乗ってるとね、くるくる回られるんですよ。これ TPS だからね、こうやったら見づらいんですけど、こうやってこうね、うまく視点を使えば敵からね、見られることなく先に敵を発見できる、そういう技術的なね、技術介入じゃないですけど、そういう知識も問われるといいますかね。なかなかシビアな戦いですね。さあ、こうやって必要にクリアリングしていますよ。わあ、びっくりした。このちょってこれ見えるのがね、敵に見えてしゃあないんですよね。湯に落ちてますね。レーミングアローですね。火がボッて出るやつですね。火がボッて感じ、本当に一言で火がボッていうやつですね。さあ、最終アンチはこの辺なるバスでしょうか。敵影がありません。
動き回ってないとね。必要にエイドキットを巻いておきます。これ50秒ほど継続するんですよ。まあ、なぜエイドを巻くかというと、もう体力 100% なんですけど、画面右下なんですけど、さっきみたいに打ち合って敵を倒しました。でもこっちのヘルスがもうあと少ししかないって時にね、これ回復間に合って死んじゃうんですよ。だから残り 5% とか、あ、できるな。残り 5% とかだとね、もうね、なんていうんですか、回復間に合って死んじゃうんですよ、敵を倒したとしても。でもこういう時にこういうエイドを巻いておけば、なんていうんですか、間に合う。ヘルスが 5% まで減っても、のおかげで、まだ回復間に合うってことなんですよ。つまり生き延びれるっていうこと。だから大事ですね。エイドキットが枯渇して負けるなんてしょっちゅうですからね。ここまだセーフゾーンなんですよね。でもね、このパトカー行かれそう。あ、大丈夫かな。だいぶ潤いましたね、物資が。さあさあさあ、この辺、この辺りからクリアリングしていきますか。自ら敵の数を減らしていきます。普段なんかこんなこと絶対しないですからね。もうガスが目の前という状況で、こうガスから必死に逃げてくるやつが現れるのでしょうか。こういうのいなさそうですね。結構いるんですよね、こうガスギリギリまで戦って。敵いるんじゃない、あれ。あれ敵だよね。敵じゃん、撃つじゃん、あんなの。あ、はい、一人倒せましたね。な、いや、噂をすればですね、あれ。もうガスから必死に逃げてきたパターン